こんにちは、ゆみです。こないだね、アマゾンプライムでオカルティックナインっていうアニメを見つけて見てたんですけど、なんと普通のアニメなんだけどね、アストラル隊の話だったんですよ。アストラル隊について勉強したいって思ってたら、そのアニメを一本見るとある程度のことは分かっちゃうかもしれないです。最初から最後までね、ちょっとイラッとくるところもあるんだけどなんかやっぱエンターテインメントだからね、アニメっていうのは。ちょっとイラッとくるところもあるんだけど、大まかなアストラル隊の概念っていうか、現世とアストラル界の違いみたいなのは、多分そのアニメを最初から最後まで一本見たらある程度理解できるんじゃないかなっていうアニメでした。面白かった。なんとなく Amazon プライムさ、開いて見てておすすめに出てきたから開いただけだったんですけど、すごい勉強にもなる感じだったんでね、シェアしようかなと思って今お伝えしましたというわけで、あっという間に3月です。年度末だしね、春分の日があるので、あのホロスコープ的には春分の日が1年の切り替わりの日って言われてるので、まあ、3月その春分の日を境にね、何か予定を立てたりとか、星のね1年のスケジュールを立てるといいのかなというのが毎年の通例なんですが、今年に限っては春分の日を待たずして、もう思い立ったことからどんどんやっていくといいと思います。結構行動的な流れのエネルギーが来てるんでね、何しようあれしようって考える前に行動してみてもいい年かもしれないです。というわけで、またね1本ずつ動画を分けますので、お好きなところだけねご覧いただければいいと思います。今回もね、まあ、前回前々回と同じくマーメイドのカードを使っていきます。さすがにもうこんだけ使ってたらある程度分かってきたかな、なんとなくカードの流れとか。まあ分かりやすいいいカードなのでね、絵も綺麗だし、一緒にこれで見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。今回は2019年3月太陽星座魚座さんたちへ向けたメッセージを見ていきます。なんか楽しいこといっぱいありそうっていう感じのエネルギー来てるね。ああ、やっぱりね。はい、というわけで、今月魚座さんたちに関してはもう思うままに進む時が来てるっていう感じがまずね出てるメッセージです。もう自分が心動くものとか興味があるもの、準備してきたものがあったら実際にね表に出していくための行動をしていくのにいい時期です。2月確か結構準備の期間だったと思うんですよね。で3月はもうそれをがっつりね動いていくっていう時期です。でただこっちに出てるのが自立とホッとする時間っていうのが出てるので、ガツガツ動きはするんだけど、ちゃんとねそれが自分の心が動いたものに基づいてるのかどうかっていうのがすごい大事なところかも。で、まあ、自分がね自立してやっていくっていうのを元にしても、その根底にあるのは自分がやっぱり楽しめるかどうかとか、好きでいられるものなのかどうか、いつまでも続けていても、まあ、飽きなかったり無償でもね人に対してやっていけるようなものであるのかどうかっていう、自分の意思とか意図とかどういう思いでやってるのかとか、そういう部分が重要になっていきそうです。そこをね元にやっていくと自然と自立してお金にもつながっていくっていうような流れがね来てるので、まあ、全体的にスタートの柵が一気にバーンって外れたっていう感じなので、行きたいと思ったところに
心のままに思い切り走っていっていい時期っていう感じですね。それがきっとすごくうまくいく仕事にもなるし、まあ、転職とかにもつながっていきそうなので、まあ、遠慮せず楽しいことをしっかり突き詰めてやるっていうのを意識する一月にするといいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、全体的に結構チャネリングをね併用してメッセージをダーッと下ろして喋っちゃったので、多分喋ってる言葉もいつもより早いと思うし、内容的にも、まあ、12星座で結構ばらつきがあったのかもしれないです。本来ねオラクルカードはそうやって、まあ、チャネリングとかを併用しても使えるカードなので、まあそんなこともあるんだなぐらいに思っておいていただけるといいかなと思います。そんなの真似できねえよってなっちゃったらカードを説明してる意味がなくなっちゃうんでね、まあ上級ぐらいまでやるとそういう見方もできるよっていうデモンストレーションです。なんせね、昨日気づいたら 2,3 時間ぐらい多分瞑想してて、久しぶりにね、ちょっと調子がいいんです。2時間とか3時間とかね、たまにはガツッと瞑想してヒーリングして、いろんなねガイドとかハイアセルフとかとねコンタクトを取ってると自分のエネルギーの循環も良くなるし、まあ、いろんな情報を知ることもできるし、まあ楽しいしね、すっきりするんでね、定期的にそんな時間を持っていただけるといいと思います。はい、というわけでこの動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。